皆さん、ご無沙汰してます。なかなか動画上げれなくてね、忙しかったんですよ。お久しぶりです、マイケンです。今日は何の動画かというとね、ネジを紹介したいなって思います。ネジって種類いっぱいあるんですけど、よく使われてるのはこういうバイクにはね、こういうフランジ付きのキャップボルトっていうのが使われてます。こういうネジはね、例えばエンジンのクランクケースのカバーだったり、ジェネレーターカバーのネジだったり、そういうのにね、よく使われて、使われてるか買える人が多いね。レースでも使われてます、このネジ。レース車両とかね、よくこういうのに変えて、折れにくいし曲がりにくいし強いんですよ、ステンレスって。で、あと見た目もすごく変わるんです。ネジも変えるだけでもう見た目も全然違います。ちなみにこういうネジね、ここに置いてありますけど、当店で扱っております。はい、大体のネジは手に入ります。大体ですけどね、まあ、こういうボタンのネジであったり、皿のネジであったり、こういう鉄ですけどね、こういうネジであったりは当店でどの大きさでも入ります、手に入ります。じゃあどうやって測るかっていうと、ネジの測り方わからないっていう人結構多いんですよ。ご説明させていただきます。ネジの測り方はですね、こういうキャップボルトでの場合ですね、まず太さ測りますね。太さね、太さ、ここみんなわかると思いますけどね、6ミリね、これ6ミリのネジなんです。じゃあ長さはっていうと、長さはここです。こっからここまで、この首下からここまでの長さがネジの測り方です。だいたいこれでこういう感じ、25点ちょいなんで25ですね、このサイズで言うと。で、一番すごく質問が多いのは、じゃあ皿のネジ、これ皿ネジって言うんですけど、皿のネジはどこから測るんですかって。長さね、まあ太さはね一緒なんですけど、長さはどこから測る、首下どこから測るんですかとか質問が多いんですけど、皿はね全長を測るんですよ。これで皿は全長を測ります。はい、このサイズで言うと30がこのネジの長さですっていうね、注文の仕方をしていただけたらね、大体ネジ、あ、この大きさなんだなっていうのが分かるんでね、いいところです。例えばこういうネジね、これちょっと太いんですよ。これ6ミリに対してね、これ8ミリなんですよ。これ何に使うか、これキャリパーのボルトを変えたりとかします。変えるだけでめちゃめちゃかっこよくなるんですよ、ネジっていうのは。で、当店ね、まあ在庫も置いてるんですけど、結構皆さん特殊なサイズとか言われるんで、取り寄せだったり、まああればそのままお売りできるんですけれども、まあ大体こうやって常備はしてます。こうやってね、ネジ、いろんなところネジですね、キャリパーのネジであったり、トップブリッジのネジであったりとか、三つ股のネジね、これ、こういうの三つ股にネジとか使います。あともこの CB とか、こういうキャリパーはこのネジ使いますね。これでいくんだよ、8-20ね。とか、あとワッシャーとかナットもうちで手に入ります。こういうこれナットとかね、こうワッシャーとかもうちで手に入るんで、もし困ったことがあったら連絡していただけると探せるかなと思います。ホームセンターに売ってないネジで、直接ネジ屋さんから仕入れてるネジなんで、品質もいいし、物もすごくいいし、こうやって削れたりとか、こうね、アスファルトにこうガーって当たったらもうなくなっていきますけど、それしない限りはもうね、すごく持ちが良くて、錆びないし折れないし、ここ頭潰れないんですよ。その代わりね、頭潰れないんですよね、相手を傷つける可能性があるんで、トルク管理をちゃんとしてもらいたいです。こういうノギスとかない人はね、
あの定規でもいいんで、定規でも測れます。定規でもね、こうやって見にくいけど、こうやって当てると、あ、これ6ミリやって分かるんですよ。で、首下なんかこれ測りやすいですよね、こうやって、ね、こうやって測りやすいんでね、あ、25ぐらいかなみたいなぐらいかな、でもいいんで、まあ、1ミリとかの誤差はちょっと出てしまうと思うんですけど、注文するときに大体の長さを教えてくれれば手に入ります。はい、ということで今日はですね、マイケルモーターズ実はネジも扱っているっていう動画でした。気になる方はね、下の方から DM とか、まあ、これ YouTube でも送ってもらえればね、幸いです。ということで、また次の動画で。